寒いですね。寒い。うるせえ。本当にこの道でいいんだろうな。僕に言わないでくださいよ。西へ向かうにはこの山を越えるしかないと麓の村の方が。そりゃ雪降るとは聞いたけどよ。限度があんだろう。限度が。うずもれた夢。おすげえ、ここ雪吹け。いや、悟空は熱量が高いですね。猿は喜び庭駆け回るってな。キョロキョロすんじゃねえよ。突然の吹雪だもんな。どっか村とか宿とかねえのかよ。この山に人は住んでないと聞きましたけどね。いや住めねえだろこんな土地。あっ、なんだ？死角か。でも今全然容器なんて。彼、この山に近づくな。子供？何すんだよお前ら。危ねえだろ。うるさい。どっ、裏の奴らが山に入ってくるなんて言ったろ。おい、どういうことよ。どうやら人違いされてるみたいですね。あ、なんだかわかんねえが、俺たちは村の人間じゃ。うるさい。どうします？無駄だ、関わるな。うわ、走れる環境じゃねえって。こいつら。へえ、素早いな。何者だ貴様。敵ってわけじゃねえみたいだぜ、三蔵。その方が僕らを助けてくれたんです。お前ら、ずいぶんなご挨拶じゃないの。物騒な坊さんだな。なるほどな。異変の影響を受けてない妖怪か。ま、そんなとこだ。いや、いるもんですね。俺だって驚いたさ。坊さんも食うか。酒入っててうめえぞこの鍋。何くつろいでんだ。くつろぐぐらいしかできませんって。なんせ外はこんな状況ですから。まだ夕方だが、この分じゃ明日まで吹雪な。ま、ゆっくりしてけや。助かります。いや、何、あんたらやっぱ旅の途中だって。そんな軽装でこの山に入ってくる地元の人間はいねえからな。まあ、ともかくうちのガキどもが早とちって襲っちまって悪かったな。ガキ？じゃあさっきの。え？なんだ？まさかこいつら全部お前の？俺は立派な一人者だ。ほら、兄ちゃんたちに謝りな。ごめんなさい。おう。全員妖怪の？ああ、妖怪たちが暴走を始めてからも一部の大人や主に子供たちは自我を保っている。妖怪として未成熟だからか、そのあたりはよくわからんが、少なくともこのあたりで残っている大人は俺一人だ。この子供は親が暴走して残された、いわば孤児だな。そういう奴らを集めてここで生活しているわけよ。だからこんな山奥に隠れ家を。なんだなんだ、乗るな、引っ張んな。
床に転がってるとおもちゃにされるぞ。いいぞ、おもちゃにしまえ。ヤクモ、この人たちお客さん。焼き芋？ヤクモだ。異変の元凶を探るため？ええ、そんなところです。なるほどな。確かに元凶を突き止めれば自我を失った妖怪たちを元に戻せるかもしれん。だがそれで全てが丸く収まるもんかな。それはどういう？これまで妖怪がしてきたことを今さら許すと思うか？ここまで人間たちに恐怖と不信感を植え付けちまった以上難しいと思うぜ。なあ、おいおっさん、こいつは何とかしてくれよ。おっさんだ。おい、その兄ちゃんがもっと遊んでくれるってよ。やっぱガキはガキと遊ぶのが一番だな。ダセー、モテモテじゃん五条。せえ、俺は未来のいい女も大事にするんだよ。てめえらこの狭い空間でギャーギャー騒いでんじゃねえよ。おめえの声が一番でけえよ、さんぞ。すみません、うるさくて。気にすんな。うまくやってんだな、あんたら。まあ一応は。こんなご時世に人間と妖怪が旅を共にするなんてな。驚いたぜ。ヤクモさん。おい、お前ら奥に入ってろ。やっと見つけたぞ。こんなところで妖怪の子供をかくまってるとはな。ヤクモ。人間？麓の村の連中だ。俺たち妖怪を狙ってる。当然だろう。お前らは妖怪なんだからな。ほっといてくれ。俺たちはあんたらに何の迷惑もかけてないはずだ。子供たちだって。たとえ今はそうだとしてもな、妖怪が住んでるってだけで俺たちは気が気じゃねえんだ。いつお前らが他の妖怪どもと同じように暴走して村を襲うか、お前ら自身にだって保証はできねえんだろうが。ちょっと待てよ、おっさんたち。ヤクモたちにはヤクモたちの言い分があんだろ。あんたら自分勝手だよ。なんだてめえ人間か。部外者は引っ込んでろ。この土地を出て行ってもらえねえならば死んでもらうまでだ。お前、僧侶、あんた人間か？なんで人間が妖怪と一緒にいる？成り行き上な。あんたら人間の言い分はもっともだ。先の安全を考えるなら、その行動は適切な判断だろう。三蔵、何言って。ただし、ヤクモはともかく、今ここにいるのはただの子供たちだ。あんたらの村にいる人間のガキどもと何ら変わらんな。それが分かっていてなおこのガキたちを始末できるというなら、てめえらは妖怪でも人間でもねえ。だがやはり妖怪たちとは共存できねえんだ。いいか、この土地を出てってもらうまで俺たちは納得しねえからな。何度でも来るぞ。俺たちだって生きんのに死ぬんだ。お、リョウ。大丈夫だ、リョウ。もう大丈夫だ。お前らは俺が守るから。チキシュウ、なんでそっとしといてくれねえんだよ。チキシュウ。ったく、なんで俺たちが巻き割りしなきゃなんねえのよ。働かざる者食うべからずってな。へえへえ。なん
クソ抜けねえ。おいおい、何やってんだよ。力任せにやったってダメだぜ。すっげえ、ヤクモ力あんな。いいか、こうやって落とすつもりでまっすぐな。あ、わかったわかった、やらしてやらして。ダメじゃん、この武器ちょだる。うるせえ、じゃあてめえやってみろよ。ガキ、サボってる人よりマシです。よっ、昨日は悪かったな。いや別に、あれで肩がついたわけじゃないだろ。まあな、あんたが昨日言った通りかもしれん。異変の元凶を突き止めたところで、今まで通りに戻るには手遅れだろうな。だがまあ全くの無駄だとは思わんぜ。俺自身このままだといつ自我をなくして暴れ出すかわかんねえし、それはあんたの仲間も同じだろ。てめえやりやがったな。くっ、くっ、くっ、バレッ、つねてくっ、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 ああ、まあ俺はとっくにおかしくなってんのかもしんねえがな。お前ヤクモ、ヤクモも雪合戦やろ。よっしゃ、任せとけ。早くと、これ墓だ。ここに来てから死んだ子供のな、これがここにあるから俺もこの土地を動きたくなくてな。死んだって病気かなんかで？いや、殺された。誰に？人間にか？マジで吹雪だ。山の天気は変わりやすいんですね、本当。朝には晴れるさ。午前中に立てば西側の町に着けるだろう。ヤクモ、ねえヤクモ、大変。どうした？リョウがいないの。リョウが？おい、マジかよ、外猛吹雪だぞ。ヤクモ探してくる。一人じゃ無理だ、俺たちも。いや、いい、ヤク、いいからここにいろ。おい、三蔵、行くぞ。気になることがある。気になるって寮じゃなくて？いや、夢だ。なんだよこれ、前見えやし。この雪じゃ足跡を追うだけでも一苦労ですよ。てか三蔵、寮を探すんじゃねえの？なんでヤクモを追っかけてんだよ三蔵。今のって銃声？こっちだ。いや、殺された。誰に？俺が殺した。ヤクモ、なんとかなるって夢見てたのは俺の方かもしれねえな。そんな資格ありゃしねえのに。暴走？ヤクモ、お前だ、
どういうことだよ。俺全然殺してきたんだ。人間を襲う前に暴走しちまったガキどもを何度も何度も俺が殺した。なんだよそれ、冗談だろ。おい、どこへ行くんだ。戻る。人間を一人逃がしちまった。もう黙っちゃいねえだろ。俺は何かを間違っただろうか。生きるための住処を与えながら暴走した子供は殺していく。それが矛盾だってことは分かってた。だけどこうするしかねえじゃねえか。俺はただ、俺はただ。なんで、なんであいつがあんな顔しなきゃなんねえんだよ。夢見てたって、夢ったって当たり前のことじゃん。なんで。現実だからだろう。あ、助けてくれ。俺たちだって本当にこんなことしたくなかったんだ。やらなきゃこっちがやられちまう。あんたらさえいなきゃ俺たちだって静かに暮らしてこない。力じゃ叶いそうにねえからな。悟空。分かってるよ。分かるけど。どんな気持ちだったんでしょうね。子供たちのお墓を作り続けて、たった一人で。あいつの墓は誰が建ててやりゃいい。やんだらな。行くぞ。うん。三蔵。あのさ、もし俺が。やっぱ、なんでもねえや。殺してやるよ。
殺してやる。うん。あ、近寄る。五条下焼け？近寄るな。映る。それは水虫。少しは懲りてもらわないといけませんよね。八戒の家で。八戒さん、どうしたんだろう。うん、ないな。なんかさ、さっき廊下ですれ違ったんだけど、あれ、八戒？うん？なんか怒ってるみたいじゃね？気のせいじゃねえの？そうかな。あ、それ何プロ目だ。いい加減にしろ。見てるこっちが気持ち悪くなるぞ。そんなこと言ってる工場だって煙出しっぱなしじゃん。しょうがねえだろ。吸った煙は吐かなきゃ体に悪い。吸いすぎだっつの。もうタバコやめたら。うるせえ。五条、洗っとけ。なんで俺が。誰の飲みかけだ。洗っときます。なあ三蔵。なんだ。八戒がさ。やつがどうした。絶対怒ってるよな。何に対してだ。え、それはその。おい三蔵、今外見てきたけど白龍がいねえわ。んでもって八戒の部屋空っぽ。やっぱ八戒あん時出てっちゃったんだよ。三蔵。たく好き勝手行動しやがって。奴のせいでここに3日も足止めを食らったんだからな。そんなこと言ったって風だったんだからしょうがねえじゃん。どうもすみません、風邪なんかひいちゃって。なーに、一日や二日休んだってどうってことはねえよな、三蔵様。事故られでもしたらかえって厄介だ。それじゃあお言葉に甘えて休ませてもらいます。電気消しとくな。じゃあな。あ、そうだ。
部屋をあんまり散らかすとご迷惑ですから気をつけてくださいね。そんなの宿の人が人を超えてますから。いつもこの前だって三蔵の教文がゴミの山で行方不明になったし、もし捨てられちゃったら。あったちゃんとやるってば。本当ですか。やるよ。お前は心配しないで寝てろ。五条。え、約束しましたからね。わーったってば。早く寝ろ。やっぱ八戒怒ってんじゃねえの。かもな。お待たせいたしました。本日のスペシャルティー、ロイヤルムーントリプルブレンドグレートフレーバーティラミス添えです。なんだ、別にまだ奴が怒ってるって決まったわけじゃねえしよ。はよ、お茶。おお、悪いな。なんだこれ。これ、ひじきじゃねえか。貴様はお茶の葉とひじきの違いもわからんのか。え、だって茶筒に入ってたぜ。おかしいな。甘っ。これチョコじゃね。ああ誰だこんなことするやつ。ってこれやっぱやつしかいねえよ。やっぱ怒ってたんだ八戒。たが八戒のやつ、くだんねえいたずらしや。あ、白龍、八戒は反省するまで帰りません。八戒だ。そっか、謝らないと八戒帰ってこないんだ。だと、いつも俺謝ってるじゃんよ。だって五条口ばっかじゃん。え、そうだっけか。そうだよなあさんぞ。ほっとけ。それより、それより教文を探せ。やっぱなくしたの。おお、よし、できた。なあ五条、大したもんだろ。片付けになってねえんだよ。このバカ野郎。腹減った。え、お待たせ。ほら、八戒がいなくても全然オッケー。なんだこれは。主婦にバカ受け、冷蔵庫一掃カレー。うわっ、この鼻をつく匂い。あとね、追加オーダーでこれとこれとこれ、あ、それからこれとこれもお願い。ついでに酒もね。な、八戒はいなくたって飯は食えるんだし、やっぱノープロだろう。
ろそろ会計お願いね。はいはい、 C テーブルのお客様、お会計はこちらになります。え、三蔵、まさか。ごちそうさまでした。お待たせいたしました。ごゆっくりどうぞ。すごいね、ヤッホーね。ヤッホー。あ、でだからあんたたちは無銭飲食してその代金を返すために働いてるのよ、わかる？何よその態度、そんなに皿洗いの方がいいの？はい、頑張ります。どうしようもない連中ね。あとの二人に至っては皿洗いぐらいしかできないお猿さんと皿洗いすらできないヤサ男だし、ほらそこの無銭飲食しっかり働け。いらっしゃいませ。で、破壊、どうぞお好きなお席へ。何してんの？あ、いえ、ほら、Cテーブルのお客様、オーダー取ってきて。はい、はい。ほら。いらっしゃいます。こちらがメニューでございます。どうも。じゃあ、フカヒレスープと。はい。フカヒレスープ。何？贅沢。はい、あ、いや、フカヒレスープです。あと、子豚の丸焼きと北京ダックもお願いします。かしこまりました。なんだそれ。だから八海が来たんだよ。で、野郎、高級料理ばっかオーダーしやった。やっぱカード持ってんだな。じゃあ八海に。待て、バカザル。え、俺たちがこんな目に遭ってると知ったら奴の思うつぼだぜ。こんなざま見せられっか。いつまでも見てんじゃねえ。また緩んでる。ほら、働く働く。これCテーブルに運んで。うまそう。じゃあ俺が運ぶ。俺が行く。お待たせいたしました。これは美味しそうですね。ごゆっくりどうぞ。バレてない。このタレちょっと辛口なので、もう少し甘いのをいただけますか？いや、はい、かしこまりました。おわっ。ん？バレた。で、赤いなんて？あの野郎、無視しやがった。確かに目があったのに。無視だと？え、なんで？わざとだよ、わざと。赤いの野郎、俺らがこうなるのを予測してやがったんだ。マジで？ありえなくね？いや、やつならやりそうなこった。どうやら俺らが謝るまで見て見ぬふりを決め込むつもりだぜ。どうするよ。もうまたサボってる。赤い。なあ、赤い。飲み物をいただきたいんですが。え？お願いしますね。
てめえが無視してどうすんだよ、この負けず嫌いが。杏仁豆腐とごま団子ください。それと食後酒もいただこうかな。おい、八回にいい加減にし。何ですかウェイターさん。うっかやろう。ふざけんな、ちくしょう。八回のやつ徹底的に無視だ。なあ、なんだよ。やっぱ八回に謝んねえか。もともと悪いの俺らだし、もう意地張んのはやめにしね。バカ、ここでおめおめ白旗あげられるかっつーの。でも、でももうストライキもありゃしねえ。一度弱みを見せりゃおめえ、危ねって。ごちゃごちゃうるせえ。三蔵、てめえやたらめったら打つなって。ちった学習行動しろ。てめえその言葉のしつけてまんま返すぞ。てめえのせいで今こんな目にあってんだろうが。なんだと、俺だけのせいかよ。決まってんだ。なあやめろって二人とも。貴様は黙ってろ。黙ってろ。もういい加減にしろって。うるせえ。なんだ。いいかよく聞けるわ。なんだとこだ。てめえのだらしなさにはいい加減俺も切れんかかってんだよ。なんで俺が関係あんのよこの野郎。おめえが切れてどうすんだ。キャリっぱなしだわ。思ってねえと負けたばかりのビールを灰皿にしまうわ。隣に座ってんだろうが。一生俺の目線に。悟空。八海、ごめん、来てくれ。ええ、分かってんのか。白瀬バカサラの休みで精一杯なんだよ。なあ、謝ろうぜ。何もかも、なあ。八海、ごめん。悟空。八海、ほんとごめんな。俺ら片付けとかできねえし、タバコとかゴミとかやりっぱで、そんでいつも八海が後始末とかしてて、だから俺らのこと嫌になってるかもしんないけど、でも八海がいないと俺たちなんかうまく言えねえけど、なあ五条。ったく、このバカザルがてめえ。ああ、もう悪かったよ。その言葉はもう何度も聞いていますよ。毎日毎日同じことを注意する身にもなってください。わかりました、先生。うさぞ。もう許してやれ、八海。でなんだそりゃ。俺だけのせいにすんのかよ。汚ねえぞ三蔵。何のことだ。三蔵。とぼけやがって。てめえゴミの中で凶紋なくすわ、タバコの焼け焦げ八海に作らすわ、いろんなことやってんじゃねえか。それにこの間八海の気に入ってる本鍋敷きにして焦がして捨てたのはおめえだろ。三蔵、謝れば。おい猿、てめえこの前八海が買い置きしてたまんじゅうこっそり食っちまってたな。それは。は？そこのゴキブリ頭もタバコの消し忘れで枕と白竜を丸焼けにし損なったろうが。なんだよ。見えばバカなことに比べりゃ。ゴキブリ頭か。かわいいもんだよ。なんですか。最悪だ。最悪。そんなことがあったんですか。あ。ハハ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 ハ。何か美味しいものでも食べるとしますか。あれ？あれ？
おかしいですね。おい、破壊、お前、まさかなくしたんじゃねえだろうな。どうしましょうか。しかしな、地味な街だな。宿はないみたいですね。隣町まで行きましょうか。飯だけでも食っていこうぜ。隣町まで今日中に着けなくなるんだろうが。だってさ、うるせえ。はいはい、じゃあ肉まんでも買っていきましょうね。三蔵はタバコが切れそうだ。カラクリの館。あれ、ハクリュウ、サンゾー、どこ行ったんでしょうね。サンゾー、ハクリュウ、美しい顔、きっとたくさんの人の愛を受けたんでしょうね。本当にここにいるのか。三蔵だけおもてなしを受けるってのも気に食わねえな。入ってこいってことですかね。セルフサービスってか、扱い悪いじゃねえの。うげえ、キモ、なんか今にも動き出しそう。いい一緒にしてんな。大丈夫、ただの人形ですよ。お、おかしいな。どうしたんですか。なんか視線を感じたんだけど。すっきりな。あれ、五条ビビってんの。バカ、ビビるわけねえだろうが。まあまあ、ほら人形に笑われてますよ。冗談ですよ。あのな、脅かすなよ破壊。あれ、どうしたんですか二人とも。なんでもねえよ。この館に入ることは許しません。
人形が喋った。ねえ、そんなはずはねえ。なんかからくりが。からくり人形ですか。去るんです、生きていたいのなら。ああ、なんだそりゃ。三蔵連れてったのお前か。どこやったんだよ。ちょっと待て、こいつらが相手ってか。お人形さんごっこは趣味じゃねえけどな。あれも本当趣味悪い。こんなん余裕じゃん。気をつけてください。人形のくせに生意気じゃねえか。一気に片付けちゃおうぜ。こっちです。さっきのやつか。違うみたいだけど。遊びはもう飽きたぜ。俺も行きましょう。私の名はジュンファ。この部屋で私は生まれたんです。ご主人様は愛情を込めて私を作ってくださいました。愛情？人形は全て心があるんです。喋る人形なんて見たことねえぞ。私は特別なんです。ご主人様が他界した時、この館に悪魔が住み着き、私は話ができるようになりました。悪魔？あなたたちも会ったでしょう。さっきの人形のことか。彼の名はシュドウ。元は人間でしたが、死んでその魂だけが人形の中で生き続けているんです。人形の中で。あの男は美しさに取り憑かれた悪魔です。美しい顔の男を次々と殺して自分の顔にしていくんです。あなたたちの仲間も早く助けないと。どうか力を貸してください。この館に入ることができたのはあなたたちが初めてなんです。あなたたちなら彼を倒すことが。あ、どうしたんです。いや、来ないで。おい、ちょっと待てよ。すぐに逃げて帰ると思いきや、あなたを助けるつもりですよ。いいですね、美しい人はこんなに愛されて。顔をいただく前にあの人たちに思い知らせてやりましょうね。愛する者に裏切られる思いを。さぞ。様子がおかしいですよ。
何すんだよ。どうやら彼はあなた方に帰れと言いたいらしいですよ。三蔵、どういうことよ。催眠術ですね。え？だとしたら、まんぬけなやつだな。あっさりそんなもんにかかると。三蔵返せ。どんな気分ですか、愛する者に銃を向けられるのは。なんか寒いこと言われた。どこから突っ込んだらいいんでしょうね。気色悪いんだよ。こんなクソ坊主愛してねえし、銃向けられんのだって日常茶飯事だっつうの。ふっ、ざれ言。赤い悟空、五条、三蔵に攻撃を。あ、三蔵の目を覚まさせるんです。なるほどな、ボッコボコにしちまうぜ。あ、それ面白そう。いきますよ。何を。大体この顔のどこがいいんだっつーの。ただ不愛想で垂れ目なだけじゃん。俺様の方が100倍はいけてるよな。破壊、鏡持ってない。どういう意味だこれ。おやめなさい、顔に傷が。なんで俺らが三蔵を攻撃してあいつが慌てんだ。最高だね。悪いな三蔵。三蔵、何しやがんだ。戻った。あ、このバカ猿が。お、俺じゃねえよ。いや、三蔵の目を覚まさせようと。そうそう、お前のためにだな。戻っても結局撃たれるんじゃねえかよ。普段の方が怖えし。あのままでも問題なかったですかね。よくも私の邪魔をしたな。なんだこいつは。三蔵様の美しい顔が欲しいんだとよ。はあ、なんだそりゃ気色悪い。私の顔だ。くんじゃねえよ、殺すぞ。完全に囲まれましたね。くしょー。あなたが少しでも動けば仲間を切り刻みますよ。邪魔をするな、ジュフ。どうしたんだ。俺に聞くなよ。さっきの同じ人形だったのか。悪魔が住み着いていたのはこの館ではなく彼女の体だった。突然主導の魂が入り込んできたんです。その日から私は話せるようになりました。でも私の言葉を彼は聞いてくれない。ああ、黙れ。そうだ、私が体を乗っ取ってやったんだ。私の体でこれ以上罪を重ねるのはやめて。私の顔を変えていくのも。黙れと言ってるんだ。お前にはわからないんだ。お父様、お父様。美しい。自分の存在さえ認めてもらえない者の苦しみが。ん？シュド、バカ者、こんなお面外しなさい。
チュンファ、お前たち人形に一番欲しかった愛を奪われた私には。死を選ぶことしかできなかったんだ。どうして私の体に。お父様が作った人形になれば愛される、愛してくれる。だがそれも裏切られた。父は私を壊そうとし、その時私は父を手にかけた。この手に私を愛せなかった罰だ。違うわ、ご主人様はあなたのことを愛していたのよ。嘘だ。だって私はあなたなの。ご主人様が作ったあなたの人形なの。嘘だ。ご主人様はあなたを喜ばせたくて。嘘だ。本当よ。重ねた顔を全部剥がせばわかるわ、あなたの顔よ。私は自分の顔など忘れた。ご主人様はあなたと撮ったこの写真を大切に。黙れ黙れ黙れ、そんなもの見たくもない。私は復讐するんだ。人形に、人形のような美しい顔を持つ者に、その顔を奪うことによって、その顔は私のものだ。もう一度死にたいのか。動けば仲間はバラバラだよ。間一髪でしたね。さんぞってね、助けに来てやったご恩を感じねえのか。頼んだ覚えはない。あなたは愛されてた。嘘だ。ご主人様はあなたの顔を。嘘だ。いつまでやってんだ。やめろ、やめろ、やめてくれ。ああ、写真の顔と同じですね。見てくればっか気にして肝心なもん見落としてたな。あれ、なんだ。裏に何か書いてありますよ。なんて。シュドウ、すまなかった。私はお前に父親らしいことを何もしてやれなかった。私は人形作り以外には才のない男だ。私を求めるお前の姿は分かっていても、一緒に遊んでもやれない不器用な男だ。ジュンファは私がお前に似せて作ったお前への贈り物だった。でもお前は勘違いをしてしまったんだね。シュドウ、許しておくれ、許しておくれ。人形は全て処分する。私の
この手で。お父様。よかったな、シュドウ。きっと天国で親父さんが待ってるぜ。行くぞ。しかしこの顔がね。なんだ。あら、やったわ三蔵様。怒ると美しさが台無し。冗談だよ。